ミンスクホイールトラクター工場は、ベラルーシ、ミンスクに拠点を置く、貨物自動車と特殊車両及び、軍用車両の製造を行う、国有企業。1991年まで、ミンスク自動車工場の一部門であった。MZKT で製造された車両は、ボラットベラルーシ後、ブランドとして販売が行われている。MZKT-79,221。 輸送機率発射機トラックや軍用車両の製造を行っていた民宿自動車工場内に1954年7月23日、ソビエト連邦閣僚会議の命により、特別設計局が設立され、その設計をもとに軍事車両を開発した軍事部門であり、 輸送機率発射機であるマスマイナス535やマスマイナス537及び1959年のマスマイナス543などの多軸式大型特殊車両を製造していた部門を1991年に分社化したことで誕生している。設立後、これらの大型特殊車両製造は MZKT へと引き継がれ MZKT で製造が行われている。 軍事用大型特殊車両開発で得た経験をもとに民製品の製造を開始しており、MZKT で製造された車両は官民問わず、すべてボラットブランドとしての販売が行われている。このような特殊車両は旧ソビエト圏で需要が高いものの、年間生産台数は100台程度に止まっており、1992年に軍の需要が鈍化したことにより、 民間産業向け車用販売への路線転換を行っている。また、車両製造に関し、ダイムラー・ベンツ、ドイツ、AG ・エ g ジデトロイト・ディーゼル、ZF ・フリード・リヒスハーフェン、イタグなどと技術協力関係を結んでおり、これらの技術や部品を使用したトラック、バス、ターミナル・トラクターなどの製造が行われている。2005年に26、5億ルーブルをかけた。 企業再編計画が立案されており、このうち17億ルーブルはベラルーシ大統領令による補助金により賄われ、企業名もミンスクホイールトラクター工場へと変更が行われている。2006年から2010年にかけ工場の設備を一新する設備投資案が作成され、承認されたことで、費用は総額1億5000万ドルにまで達している。なお、 工場の元に1 5トルの地下道があり、防空壕の機能を持ち合わせている。2020年8月17日、工場を視察に訪れ登壇したアレクサンドル、ルカシェンコ大統領に対し、労働者らが国家独立闘争の象徴であり、1995年にルカシェンコ大統領主導による現在の国旗採用に反対する意味が込められた。 くれない白旗を振りながら、出て行け。と叫び辞任を要求。選挙のやり直しには応じないと表明していたルカシンコは立腹し、ありがとう、すべて話した。出て行けと叫んでもらって構わないと残し講談した。このほか、産業機械大手のベラーズの工場内でも、労働者による抗議の更新が行われている。2019年に行われたオープンデーで撮影された、 工場内 BMP-2 を積載した MZKT-7429 トラクター MZKT-75440 トラクタートラッククレーン極低小トレーラー MZKT-999421 戦車用トレーラー油電トラック特殊車用ネマン4 2 0百二スクールバスバスありがとうございます